らの定めのようで時を忘れた二人今回は、実はあの今年の3月に、釜安宏の7回忌を渋谷で、ライブをやりまして、でその釜安宏というのが、もう6年亡くなって6年経つのに皆さんに愛されてるあの素敵なミュージシャンだったんだっていうことを、まあ、改めてこう思い出しまして、で釜安宏をテーマにあのライブをやってみようということになりまして、まあある意味では釜安宏を偲んで、そして釜安さんの素敵なところを皆さんにご紹介できたらというのがあの最大のテーマでございます。あの、まあ、先ほどムッシュ釜安さんの話しましたけども、まあ、今回息子さんの太郎さんがゲストでということをおっしゃる通りでございます。あの太郎釜安という、昔はフジテレビに勤務してたんですけども、それを辞めて、今あの歌手として、ま、釜安さんの後を継いでいこうじゃないかというそういう気持ちで彼も一念発起してあの始められたようですので、僕も非常にあの普段のコミュニケーションはあったんですけども、ステージを一緒にやるとかあのステージで紹介するとかっていうことが全く今まではなかったんですけど、今回は釜安さんをテーマに、このブルーノートをやってみようということの中で、太郎釜安が、出てきて、まあお父さんと昔歌ってた歌を息子と僕が歌うというそういう図柄絵柄があの一瞬ですけれどもこのブルーノートで実現したんで大変幸せでございます。それはでもファンとしてはすごく嬉しいことですよね。ある意味あの釜安さんの息子さんがあの出てきて、あ、面影、釜安さんの面影あんまりないんですよ。 お母様に似てらっしゃるのね。だからあのムッシュに似てる感じはないんですけれども、出てきて、元気に歌ってる姿っていうのは非常にあの僕としては横で、見てて感激したんですけど、お客さんは釜安さんが分かんないんですから、息子はもっと分からないですよ。これはま説明はいらないんですけど、一粒種で、太郎釜安というんですって言って、ご紹介して、でまあ歌を一緒に歌ったり釜安さんとの思い出話をしたりなんかして非常にいい時間があの一瞬あったように思います。スパイダース時代の歌をご一緒に歌うってことですよね。そういうことですね。あの釜安さんが作った曲は全てスパイダース時代の曲でございますので、それを、2人で歌いました。あの時君は若かったという、この世代の方はあの時君は若かったっていうと、ああ若かった若かったってなんで昨日はなんないんだこれが昨日の疲れがまだ残ってるんですよ私で、あの時君は若かったは1968年の曲なんですね。で太郎ちゃんが生まれたのが1970年、だから、太郎ちゃんが生まれる2年前の曲をあの太郎ちゃんと2人で釜安さんの名曲をあの昨日も歌いまして、大変あの自分も感慨深いものがありました。はい、どうですか、歌い方とか面影残ってます？全然残ってないんですよそれが。あ、そうなんですか。感じが違うんですよ。うん、だからもうちょい釜安さんらしいあのちょっとこう鼻にかかったあのウエスタンっぽい歌声 の, あの
流れというようなそういうものがあるのかなと思ったら意外にあの現代っぽいあの歌い方なんですけど、でも非常に素敵なあの声をしてたんで、今日はあの本当は太郎ちゃんもここに出て皆さんの前でお披露目したかったんですけれども、ちょっと太郎ちゃんあのスケジュールの都合があって昼間がダメだったもんですから、あのここには登場してませんけれども、いい時間でしたんで、どうですか、見に来ませんか。ぜひ邪魔させていただきます。あのあれですか、じゃあ歌あの昔やっぱりムッシュかまやすさんとの歌ってた時の思いなんか 歌いながら太郎さんと歌いながら湧いてきました。これはもうそればっかりですよ、熱いものありましたよ。かまやすさんと横を見ればかまやすさんがいて、こちらを見れば井上順さんがいて、ちょっと向こうを見れば井上貴之がいるっていうその、前方のラインナップでしたから、そういう意味では釜安さんと一番やっぱり顔が合う僕だったんで、あの人の堂々とニコニコしながら大丈夫だよ何でもやってくれよっていうその目を見て笑顔を見ると、やっぱり僕もすごくやる気になったのがスパイダー時代に何度も何度もありましたんで、釜安さんの存在というのは非常に大きかったと思うので、まあそういう意味では太郎ちゃんっていう息子さんがまたこの世界をに足を踏み入れて頑張ってもらえたらいいな、そしてもっと輝いてもらえたらいいなという、僕らの世代はもうそういう後輩たちを少しずつでもあの前に出していかないといけない世代になってきましたから、自分の私欲だけでは生きていけないということで、そういう後輩でいい人たちがいれば、そしてまたもっと知られることが大事な人たちがいれば、そこでちょっと応援したいなという気持ち、それも随分あったと思います。